宮城県美府高等学校地学科の中村です。 この度本セッションで話題を提供させていただく内容は、この2年間の様々なその時短であるとか内容の短縮をせざるを得なかった学校教育の中でも、その地学、まあ、理科を含め,含めた地学の教育の中でどういったことで効率化を行うことができて、どういったその教科科の連携をすることで、まあ、生徒の効率の良いその知識や技能の定着ができるのか、そういった内容を工夫してきた内容を何点か紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。 はじめに年間の授業の計画性の見直しについての内容ですそもそもこのウイルス騒動が始まる前までにも授業の計画がなかなかその年間を通じて思うように進まないであるとか内容の濃い薄いといったムラができてしまうということが悩みでしたこれは地学に限らずどの教科でもあり得る内容ではあるとは思いますまた理科の授業としてはできる限り実験観察を取り入れたりまた生徒の研究発表 で同時にまた私自身の学会発表などで急な自習の時間対応もしたいそういうところから、えー、授業の構成を考え直しましたそこでまず始めたのが授業のナンバリング化です年間の授業を1番から五十数番までナンバリング化しましてそれぞれの授業ごとに目的を明確化そして何月のどの単元までに何ができるのかを宣言しておきましたまた1回1回の授業で まあ場合によっては、生徒自身もやはり欠席などもするときがあるかと思いますので、その問題の番あ、その回のときに、どの教科書、どの段階の教科書の単元で、どの副教材の問題ができるようになっているのかということをあらかじめ明示しておきました。 そうすることによって生徒も教師も時間的また心理的な余裕が生まれましてそして生徒が安心してその授業の予習復習に取り組んであ,りでであるとかまたそのどこまでに何をやっておけばいいのか予習への意欲づきができたようです。 そしてまた次の事項の,その内容も少し含むのですがわざわざ、講座直前に対策の講座というものを準備せずともその教生徒と教師で狙いを共有するということで時短の年でも講座の平均点自体難易度は特に変えてはいないまた特にあの優しくは全くしていないのですが平均点を上げることに成功しました続いて地学の関連する多教科の内容との連携の例模索した内容を紹介したいと思います。 よくやはり取り上げられるのが英語ではないでしょうか。特に英語のテキストを高校1年から高校3年生まで見てみますと、教科書会社にもよるのですが、おおむね宇宙、化石、大気や海洋と環境問題、また時には災害対応に対する、えー、内容が扱われているようです。これを地学で使わない手はないのではないでしょうか。例えば例としてこれはあの左側に宇宙エレベーターに関する高校2年生の内容、コミュニケーション英語の、えー、コミュニケーション英語2の内容です。 でこの内容を使いますと、例えばその太陽系の中での、特に地球の近くでの距離の縮尺、またその、えー、この宇宙エレベーターを使ってどのようなところを探索するのかというところで、惑星の特徴の特性を生徒に考えさせるというワークシートができた、そういう例がありました。それを右側に載せさせさていただきます やはりそのあの地学の授業で行いますと英語の授業ではないので細かい文法事項というよりは内容に注意させてそして図を書かせるといったことを重点的に行っていました続きまして多教科の内容との連携地理との内容を述べさせていただきます で地球科学と非常にに近い関係にあるのが地理の内容と地学基礎の内容これは本校のシラバスの内容から抜粋したものですが特に自然地理を扱うところは地学基礎でも全く同じ内容を扱っていますしかし地理の方はあのカリキュラムを見てみますと前期のうち1年間の前半部分で地学に相当するところをかなり圧縮して行っているようです それでその時期と合わせて地学の方でも何かその地理の助けとなるような内容実験も含めてでき,できないことを考えていたのですがやはりその時間的な関係からなかなかすり,り合わせができないという状況で現在、検討しております。 3番目にこの時短の時代で多教科だけではなくて多分野からの技術を使って地学基礎の効率の良い定着ができる方法がないかという模索した内容を紹介させていただきますこのウイルス騒動が始まる前2019年度のうちにですね長期欠席の生徒などにも使ってもらえるように遠隔授業で使えるその動画の作成を模索しておりました その地学基礎の授業をすべて YouTube に掲載しまして後ほど述べさせていただきます QR コードでその URL を読み取ってもらってで授業を家庭でもどこでも見てもらえるそういうものを目指していました。 また、生徒一人で見るだけではなくて、積極的に家庭でも保護者の方なども含めて一緒に見ていただくことで、いわばその授業参加のようなものも要素も含めて、生徒がどこでつまずいているのかというのを保護者の方と一緒にと考えながら、これってこういうことなのではないのかなということを大人の目でも少し通して、子どもの方に、生徒の方にまに何かアドバイスをしてもらうことを期待していました。 初めはこの YouTube の動画に載せるときに、パワーポイントの内容から直接行う、今のこの動画の、録音しているもの、こういうふうなことの知識がなかったもので、黒板を直に映してという状況で行っているというものです。 おととしよりウイルス騒動が大きくなりまして、時短であるとか、また休校期間などが増えてくるという事態が、えー、出てくるようになりました。そこで限られた授業の時間で、えー、短い時間で、その授業で行ってきたことを、どの程度、最低限これだけは抑えてほしいという知識や技能の内容を、えー、1回1回の授業の中で完結してまとめてもらう。そういうことを目指して、マークシートを作って、えー すぐにま集計してまた確認をしてもらうそういったものを考えるようになりましたなおこの内容はですね宮城県では学校評価アンケートといったものがあるのですがそのアンケートを作るシステムとして紹介されたものですなおこの内容は岩手県の SQS 作成マニュアルであるとかまた文科省の学術振興会の この症例研究などでもやはりあのシステムとして出てきている学校評価支援システムを使いましたでここでマークシートを作って1枚にまとめようとしますと正文が8問構成になりますので1回ないしは2回の授業に1回の割合で行う内容となりますそれを授業最後の5分で生徒に回答してもらいましてでそれをスキャナーでスキャンします スキャンをして笑顔の手直しをする時間は1クラスで多くて5分で過ぎますこのマークシートを生徒に行わせることによって最近やはり多いマーク模試であるとか入試内容での慣れも狙うことができますそして一旦採点が済みましてエクセルですべて集計をした後、その次の時間に生徒に返却をしますその時に生徒に正しい答えを述べながら返すということをやっていました 続きまして、作成していた知学基礎の動画配信の内容を整理して、生徒に提示して、そのつど見てもらう、そして復習に使ってもらうという内容を紹介します。 2019年度に動画配信の内容、試作品も含めて作成しておりましたが、それを授業の中で、またはその授業の終わった後でまとめて見てもらったりとか、復習の時にまとめて見てもらう、そういったものを明示する必要があるというふうに思いました。そそうういいった内容をオンンデマンド形式ででの都度見るることができるように、に非常に長 URL はらはと面倒であるというふうなところもありますのでそれを QR コードにして授業で単元ごとに配布しましたまた授業の構成もそのパケット代の通信料なども考えまして目安としては5分、最長で7分そういった授業のものを1つの単元で10回分けてそれを4単元分占めて40回分の動画配信ということでさせていただきました この QR コードを毎回の授業のこのプリントのその右側ですね、この部分に QR コードの形で載せて生徒に提示をしております。また、その休校期間であるとか時短の時にですね、本校内ではクラシーというまあその動画視聴とテストのあるサービスであるとか、さまざまなその民間の システムの,その支援もあるのですがやはりあのメールのやり取りをするとかその生徒の情報をやり取りをするというところでさまざまなそのメディアリテラシーとの兼ね合いも考える必要があるのかもしれません。4番目に地学基礎の中での、えー、先ほどあの少しあの申し上げたその英語との絡み地学から科学技術英語の,その導入ということを試行、えー、的にやってきた内容を紹介します。 ただ、この内容さまざまな受験問題を考慮していましてまだ情報を入手して分析している最中のあくまでまだ途中の過程であることをご容赦ください。でこの地学の中でその入試問題また技術英語を使うことによって総合科学としての地学の意義というのをその学校教育の中で強化できるということが考えられます。 特に昨今の大学入試問題では、地学、特に宇宙とか環境問題ですね、そういう科学評論が第1問目によく来る、特に文系の志望する学部の第1問に、そういう科学評論が出てくるという傾向もあります。一方で、地学のカリキュラムで、そういったその細かい英語のところまでそこまでやら,やらなくても良いのかなという、まあ、感じもしないではありません。 特にこの地学では、科学現象、地学現象に対して、もっと丁寧に思考させる意味というものを、やはり持っていくべきだとも考えられます。で、この、えーまあ、こ,ういこういったことも、そのえー、生徒の,その、えー、死亡する内容であるとか、またその適性であるとか、その都市の状況によって、また変えていかなければいけません。 以上のことから、この2年間で授業の再構成をする、授業の,その再構成したモデルを作るということを行っておりました。まずこの一番としては、その年間の授業の計画というのを目的とともに生徒に明示をして、どこまで分かってほしいのか、最低限ですね、その内容を踏まえてから授業を行ってきております。 でここでやはり出てくるのがその目的を明確にした動画であるとかまたその内容事項に関連したイラストや概念図を初めに見せることによって生徒の視覚情報に頼ったその知識の定着を狙っていますそして授業の本編では実験観察や実習を通して実際に生徒の手を使って図やそれからまた考え方を書かせるそういうワークシートを作らせて。 でこれの2回に1回、1つはその関連事項を英語でどう扱われているのか、そういったものも少しは記憶に残せるのかなということを期待しまた別の回では、それまでの2回分の授業の知識の確認を短時間で済むマークシートを使って確実に残させる、そういうことを行いました。そのことによりまして教師、生徒ともともに効率の良い知識の定着とそのチェックが可能となりました。 以上のこととからままめに入りますで。この2年間の時短や休校の期間というのは、まあ、確かに授業の実数としては、まあ、短くせざ,るせざるを得ないところではありましたが、えー、では、ただ単にもう純粋に時間を短縮内容も短縮そして内容を薄くするという必要はありませんでした。 でこの、えー、教師側の,そのチェックの簡素化することによって、えー、その教員側の,その事務的なその仕事の,、えー、その軽減化ですね、えー、質を落とさずに軽減化をするという工夫をすることができましたし生徒にとってもたたたに移せばいいとかそれからまた丸暗記すればいいということではなくて何が本質で必要なのかというものを集中して短期決戦で行わせることができたように思います。 また、これは地学だけではなくて、どの教科もやはり、年間間のの計画の中で時間に追われていますそういうことであれば、総合科学的な要素の強い地学がぜひ先導して、他の教科ではないその理科的な視点であるとか、それからその思考の過程といったところの情報提供を積,積極的にすることで、さまざまなその教科間の協力をして、そして学校での教科教育への,その良い影響を及ぼし合えるのではないでしょうか。 また、この身長が望める活用する力ということで、えーまあ、生徒自身がやはりあの、えー、いろんなことに興味を持ってもらう、分野横断の垣根が低くなるということとと,ともに、まあ、その教師自身もやはり見せ方の工夫であるので,、えー、で、そこにあるものをどんどん積極的に活用して、生徒と一緒に世界を広げていく、えー、そういうふうな力として、やはり新しい時代を切り開いていきたいなというふうに思った次第です。以上です。ごご聴ありがとうございました。